ソカラです。マサンです。メジです。今回ですけども、1万円使い切るまで帰れま10やりたいなと思います。場所はですね、ケンタッキーです。今回の場所はケンタッキー。結構ね、お腹空いてるし、ケンタッキー自体が俺大好きなんで、とりあえず今回クリスピー食べまくろうかなと思ってます、個人的には。じゃあ早速、じゃあケンタッキー買っていきたいと思います。はい、買ってきました。とりあえずドリンクとかも全部合わせて3720円ですね。もう早速じゃあ食べてみたいと思います、はい、メロンソーダで名人コーラで、マヤさんどれなの？ストレートティア。こっち選んだな、ストレートティア。めっちゃ匂いがいい。クリスピーの匂いやな。クリスピーって異常にうまいからな。まあとりあえずじゃあメロンソーダだけ。うまっ。あ、うまいな。カラオケ店に置いてあるメロンソーダと同じ。マジでこれからいきますか。これ何やろな。おお、うわ、これうま辛チキンやわ。めっちゃうまそうやん、これ。これやばくない？これはいきます。うまっ。くっそうまいな、これ。これはやべえな。めっちゃうまい、ほんまに、うん、でも骨付きってやっぱり味がええよな。ええな。すごいもん、これ見て。ウラガンキンの肌みたいな。ゴツゴツ。これめっちゃうまいな、これ鶏かな、これって。サウナ絶対。こいつの焼かれる前の気持ち考えたらちょっと切なくなるけど。なんでそんな。あ、うめえな。どんな料理に対して思うわ、そんなん。別にオスやったんかな、メスやったんかな。どっちでもええやん。うまいわこれ。じゃあ、ごちそうさまでした。ありがとうございました。次行きますか。行きましょう。俺これ行こうかな。じゃあ次、俺はもう個人的に大好きなやつ行こうかったんで、絶対食いたかったのが照り焼きツイスター。これめっちゃうまいんですよね。こんなうまいんや。これはほんまおすすめなんで、ケンタッキー食べたことない人とかね、もしいたらこれほんとおすすめします。照り焼きバーガー好きな人は取ってこい。あ、まず間違いなく好きでしょこれ、はいはいはい。まあ、やっぱ男やったらね、ツイスターゲームですわ。黙ってね。これそれはちゃうよ。こんな感じなんですよね。ちょっとなんか海外っぽい感じしますよね。あ、確かにな、うん、この感じ。ここに全部詰まってるんですよね。ここに、この弾痕に。いきます。弾痕。いただきます。うわ、ガッブッといくな。こんな感じで中に入ってるんですよね。照り焼きソースとクリスピーがもう絶妙に絡み合ってる。はい、こんな感じです。クリスピーうまそうやな。入ってきたな。もう食おう。ちょっとなんか曇ってきたやん。なんかちょっと若干映像が。うまい。めっちゃうまい。クリスピーもうまいよな、やっぱこれ。とりあえずケンタッキーとクリスピー食っとけみたいなとこあるやろ、うん、食べやすいかな。これ多分1人10個は多分いける思うけどな。いけそうやんな。はい、俺はまあ2個ぐらいでいいかな。ただ8分目で終えたいんだ。いやこの企画が8分目で終えようとしてやったらもうやん。絶対一応でもジップロック持ってきようかな。うん、ジップロックあったらまあできやわな。うん、なんかあったら。ケンタッキーってあんま俺食べる機会なかったから、子供の頃は。大人って食べ始めたけどやっぱうまいな。マクドは多いんやけど、ケンタッキーってなかなかなんかなかったやんな。ケンタッキーちょっと高いやん、うん、マクドより。はい、ツイスター終わりました。もう残りこれクリスピーだけやろ。そうやろ。結構余裕でいったの。3000円ぐらい。3つ目でも全然うまいもん、うん。あと1個や。ラスト頼むわ。お前なんか最初に気づいてたから食べな。その発言があかんわ。覗き込んであったら食べようとするけど、お前覗き込んだ時点で誰が食べろっておかしいから、お前食べとけって言ったら俺。お前俺も買ってくるわ、次のやつ。やっぱ 俺が選んでくるわ、もう次。前半で置いて、今やったらこんな気分でしょうねっていうのを選んできます、じゃあ今から。はい。じゃあまた食べとけよ、ちゃんと。ちゃんとやれよ。お父さん、頑張るわ。運動会と思って。まあ行きますよ、じゃあ。なくなりました。おっしゃ、買ってたぞ。結構行きましたよ。大量に買ってきましたよ。一応まあこれ量多いんですけど、会計的には2700円ぐらい。じゃあまず最初これ行きますか。これはマジで今回の企画で多分エースになると思う。ダダダン、コーンポタージュ。うわー、結構量多いな。結構これコーンポタージュが実はね290円ぐらいするんですよ。結構すると。だから結構ねこれ値段的に高いんで、まあ、これ一人一個ずつ買ってきてます。じゃあいただきます。 TV でオープンしますね。おぉ、すげえ。うわ、これめっちゃうまそう。うまそうやな、これは。これめっちゃうまそう。匂いもこれまたいいな、これ。これは当たりですね。いただきます。初めてかな、俺。そういうなんかお店とかでコーンポタージュ食べることあんまないからな。レストランとかってあるけど。あー、もうちょうどいい温度は。ちょっと熱いけど、味、味の濃さ、コーンの量もいいし、これ美味しいな。完璧やな。あー、コーンがほんまうまい。甘いし、うん。このハゴロムフーズがマジで美味しいよな。ハゴロムフーズではないやろ、これは。まだわかんねえ、お前。ハゴロムフーズの言ってさすがに多分ケンタッキーはケンタッキーでちゃんと作ったやろ。ハゴロムフーズがお前ちゃんと作ってみて言うなよ、お前。ほんまにトウモロコシだったらハゴロムフーズやろ。どう考えてもなあ、名人。他あるじゃん、お前。知っとる他のブランド。知らんけど、ほらもうハゴロムフーズって絶対どう考えてハゴロムフーズかは分からへんね、これが。いやでもわかんねえ、俺。このうまさ、名人どっちやと思う？ハゴロムでしょ、間違いない。意外作れないでしょ、こんなうまいの。まあいや、そうやろ、そうやろ、思うで。お前、逆にどこなん？言ってみてよ。アンプソン。もうよう結婚できたな。ほん
まに。お前の奥さん感謝しろよ。お前の奥さんのあれやね、元職業ボランティア感動。ボランティア愛好家かほんまに。これほんま、こんなグマやから超ブログでも取り上げてほしいな。絶対取り上げへん。なんでなんとなくやな、取り上げても俺イメージつくやな。うっしょでーす。今日な、道頓堀に来てんねんけど、ツイッターの DM でケンタッキーのコーンポテトがめっちゃうまいって聞いてんだ。ちょっと今から行ってみろ、やっていこう。あるやろ、ありそうやろ。まあありそうやろ、ありそうやろ。さっきも聞いた、それでこれもう食べ終わった後に、今日見てくれてありがとうな。動画がええなって思ったらチャンネル登録ほんまによろしくな。俺にやってほしい曲があったらどしどしコメント欄に書いてほしい。みんな人生楽しもうぜ。あるやろこれ。これあるんちゃう、これジョーブログで。見たやるけど、ジョーブログでコンポタージュあると思うけどな。やってほしいな。うん、ジョーブログさんがその動画出したら再生をする。まあ一応チェックリストつけるから。いいね。じゃあ後で、後で見るね。押しとくわ。でもそれぐらいこれ過激なコンポタージュやで。これやみつきのあるわマジで。これのために通学路変える人出てくるかもしれんね、もしかしたら小学生とかで。もうこのコンポタージュがあるせいで通学路変えましたみたいな。小学生でコンポタージュとかおしゃれすぎやろ。味噌汁で十分やん小学生の。うん、もうそうやって小学生はな、下に見たらあかんわ。いや、じゃあ下に見たんじゃなくて、ほんまに俺のコルトを考えて贅沢すぎ、コンポタージュなんで。こんな贅沢したらあかんやろ小学生は。そんな贅沢したってでもいっぱいあるけどね、世の中に。世の中のお金持ちの息子とかに対してそれ言ったらやっぱり。やっぱあかん、あいつら。正直、やっぱボンボンあかん。正直あかんねん。でも正直とかね、ボンボンお前ら、あのもっとちゃんと言おうね、ここでやっぱちゃんと主張せな、やっぱり。言ってみていいか、マイスブログで。いや、マイスブログに言ってみていいか、それも。あんな、金持ちやから言うて、朝、数学路でコーンポタージュの乗ったらあかんねん。味噌汁にしとけ。オッケー、軽く。いや、うまかったですよ、コンボタージュ。うまいです。次ですけども、今、俺、食べたいですね。これなんですよね。次、口どけフローズン。一応、まあ、僕だけ買っててます。なんでやねん。いや、みんなじゃあ、違うの買ってたから、一応。ああ、これ、ダダダン。アップルパイ。サイズの割に、260円ぐらいする。いただきますね。アップルパイ、初めてかもしれない、うん、ケンタッキーの。パイはパイでも。お前さん。何を言うの。まあ、これ、サイズめっちゃ小さいぞ、ほんまに。これめっちゃ美味しい。これめっちゃ。どんな味なん、それって。え、これプレーン選べないじゃん。マンゴーとプレーン選べないじゃん。めっちゃいい匂いするやん。プレーン。めっちゃうまい、これ。嘘。食べやすい。俺もじゃあ、いただきます。いや、これほんま美味しいよ。フローズン。一番今のところ興奮したもんな。ビビった。これうまいわ。じゃあ、いきます。うまこれも。ケンタッキーってなんかもう外れないな。ほんまうまい、これ。これもこれでね。あったかさも上手だし、アップルのこの甘みが。あ、うまいよ。ここ最近食べたアイスで一押しかもな。とにかく来るわこれ、やばいわ。食べやすいし。食べ終わりました。早いね、食べ終わった。はい。じゃあまあ次はまだあるから。はい、次まだ一応ね、クリスピー買ってきてます。無難にやっぱり、まあ、そのクリスピーっていけるやろうと思ったんで、クリスピー。食べ終わってへんから。1個じゃないから。食べ終わってへんが、まだ1個じゃない。1個じゃないから。1個じゃない、うん。俺はまだ食べ終わってないです。これに、まだ。あれはクリスピー4個あったっけ。いや5個。いや俺やから5個は。ピッカルは1個やもんな。いや個数的に言ったら。でも質やからな、量より。量イコール質やろ、この大食いにおいて。あ、やばい、腹いっぱいになってきた。そんな目であからさまに言っても無駄や。腹いっぱいになってきた。2人ももう食べ終わるんで、クリスピーに参戦してもらってね。あ、オッケー、食べ終わりました。こちらトイレ行ってきます。やんで。いやいや、トイレが別にいいやろ。ちょっとトイレ行っとって。トイレ近い。2回目のトイレそんな近いぞ。いやいや、おるって世の中には普通に。まあええやん、じゃあトイレ行ってきて、そっからまあ回復させて。いや、トイレ行ったらいい。食べ終わった場合はもうしゃあないんですよ。だって1回目のトイレ行ってそこで台をしたいんやったら、俺次チューやねん。意味がわからん、チューなんやねん。お先少子みたいな、次チュー。チューやん。チュー聞くな、そんなヤバお前ほんま。あれけ、力んで出せへんけど、な力んでそれで一旦終わってっていう感じチューって気持ち悪い。行きます、行きます。よし、俺はやりきった。行きました。いやー、すっきりしましたわ。食べました。もう空気ないやん、もう。え、何が、まあ、あれ食べた誰が。あー、まあでもそれはまあチームプレーやから、お互いそのなすり合いとかなしに、俺はもう買いに行ってきとったから実際。でも今回でかなりいったで、残りたった1番しかないの。うわっ、うん、だからもう2000切った。2000切ってます、確実に。今回のやつが1900円。あ、じゃあいきますか、ラストスパートですよ、もうほぼ。とりあえずじゃあ、クリスピーで、ね、もう1人1個ずつ。いや1人1個ずつ。俺もう7個くらい食っとうから。まあほゆうな。いやお前逆やろ。これはチームプレーで。なんでお前、でもチームプレーですけど、ええと思うなよ。もうチームワーク、チームワーク。肩組んでいこう。じゃあラストいきます。オッケー。
順調にね、食べ終わってますよ。あとこれラスト1個あるわ。あるものは、あるものが、アイスもちろん。これはケンタッキーのフライドチキンの骨なし250。ここで、俺らにアイスないんや。勇気が分かる。もうそのチョイスだ。やべえ、どういうことなのこれ。逆に店員さんが買ったらいいですかねって言ったら、これとこおすすめですけどねって言われて、まあじゃあこれときますわ。なんでやねんほんま。そこアイスが良かったわ。アイスがまだ残り1000あるから。骨なしチキンってことはめっちゃでかいやつじゃない。もしかして円盤みたいなやつだから。円盤こんなんでも細い。もうこれやばいぞこれ。いきます。じゃあ俺はいけるやろ。うまいわ。うまいな。分かったじゃん。もう俺も。待って、ちょっと待って、すごいんやけど、俺の完全なただのプライベートの友達で、まあ、動画でも撮ったけど、強制来た。ここで、え、どういうこと。動画にも何回か出た、自社チャンネルにもベシャル食堂っていうの出たことあるんやけど、強制来たわ。マジでおるから、ちょっと一回、ちょっと行ってみますね、ちょっと。これ、この車。なんでおる。無情で。いやいや、俺が逆に見てね、ケンタッキーで1万円食べきる企画やっとってんで、つい食べよって、そんな車内で。そしたら見覚えのある車あるなと思って、横止めたから、まさかなと思って。ビビるわ。何使おうと。ちょうどさっき俺大黒摩季と野球券取って帰りやねん。大黒摩季と野球券、その帰りやん。ちょっとえ、マジで食べきる前やったけど、お前これ食べれる。おー、そうそうそう、ラッキースケッチやん。ケンタッキー食おうかなもんね。これやばいな。すげえな、これ。いや、これはでかい、でかい。これはこれめっちゃ食ってないよ。めっちゃ腹減った。うわ、これはでかいわ。ありがたいな。これありがたい。こっち来てもらうわ。あ、オッケー。はい、というわけでちょっとね、急遽予想外で、あの、もっと光ゲームズのメンバーの恭平がガチたまたまでケンタッキー来たんで、今回合流してもらおうと思います。俺もよう、ええー、時にケンタッキー寄ったな。これやらせとか、なんか間違えられそうやな。でも、誰なんてこんな微妙な格好してるの。まあまあ、そうそう。俺すっぴんやすっぴんのそのっぽいでしょ。そんなことある。僕釣り行ってきますみたいな格好してへんもん。いや、そうやで。俺これ釣りでいつも来とうかな。ノースフェイス。俺晩飯食ってないのマジで。あ、そういう企画。なんかそうそうそう、1万円分そう食べきるまで帰れませんってやつでケンタッキーずっと買っとって、もうすぐもうケンタッキー閉まってまうとこやったから結構やばいなって感じになっとって。まあ結構買った。結構食ったでもなって。まさかもうこれで終わりとか。いや、まだある。まだある。あ、これまだある。そういえば結局これがそのやつ、前さんもめちゃ食べれてへんから。これ2個ある。いや、まあ2個とか余裕やろで。同じやつ何も食ってんの。何も食ってんの。今俺やな。いやいやいや、俺俺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 俺これ見とる9割以上はやらせやって思っとる。多分こんなやつじゃないから。4番もいちいちこんなやつ。やめとわざわざやめとけ。じゃあ待って、もう俺ら達成仕掛けやったんじゃん、うん、俺らだけでも達成できとったレベルのところに呼ばへんわいちいち。そこまでほんまに達成できひんやつやったら可能性あるけど、まあ、なんか水道みたいなやつとか、うん、マジでヤバかったやつとかやったらあるけど、今回はもう普通に出てはとったから、うん、何人で。いや、俺動画出るんだ、もっとかっこいい服着とって。まあそうやな。ビトンのスーツは着てみとる。そんななんか髪型も負けやから、なんか何坊主が伸びたようなイザグリみたいな頭してくる。ラッシャー痛まみたいな。なあ、カッコつけてくるよ。まあな、もう服装がラッシャー痛まやもんなこれ。いや、そうやろ。やめとけ。これノースペースや、結構高いやろ。嫉妬すわ、嫉妬。なんもないやん。これで3万5000ぐらい。高いな。はい、もう終わるで。オッケー、終わった。早いな。でかいな、今回。でかかったね。いや、ラスト1000円買いに行きますか。はい、買ってきました。どうも、ラストですね、もう。ドラゴンと、あとフローズ、3つですね。いやー、最後の最後だ。みんな達成できるっていうような。いや、ほんまそうやな。ありがたかったわ、ほんま。嬉しいよな。普段別に何も思わへんけど。今日に限ってほんまありがとう。ほんま思うわ、光るよ。ここまで頑張ってた思うわ。急に。さあ、ラスト食べよう。100万人いっとうわけやからな、もう今。100万人ってから初めてやってる。ほんまや。あ、そうやな。ヒョリ君、俺ピー。100万人の前で喋っとけ俺。どんなことある。まあ、100万再生ぐらいされるやろな、そら。いや、そうやろ。このシリーズ過去200万いっとうかな。あ、マジで、うん、今回で200万いかんかったら。まあまあ、そうやな。この動画配信されへんやろ。そうやな、そういうことやな。まあ、夢配信せりゃ200万再生いかへんやろって突っ込めや。すいません、ちょっとぼーっとしてました。うん、でもケンタッキーは美味しいやん、全部何人食っても。うまい。うん、それうまい、ドラゴン。うまい、うまい。何やねん、ドラゴン。ブルーアイズの味がするよ。ブルーアイズ何。ツイスターやん、これツイスターってあるやん。あ、あるな。ケンタッキーツイスター食べた。食べた、俺だけ。あ、ほんま、あれめっちゃうまいやろ。うまいな、あれの照り焼き。俺それ食ったり。半端なくうまいやろ、うん、これどっちがうまい。いや、照り焼きのうまい。ケンタッキーで一番うまいの俺絶対照り焼きのこと。あ、俺もそれはもうな。ツイスター、ツイスターのこれをそんなうまない。これはそんなうまない。
酔ったやん。そんなうまい結構酔ったけどうまいやったな。はっきり言うたらこれクソまずいだいやほんまほんまにもうこれ新商品やからな。うん、大体新商品でまずいやん。まずまずまず基本はな。まずい新商品イコール絶対まずいからいやいやイコールいやほんまにこんなもん出しこれやったわこれもう絶対手のひらめっちゃ返したもんね途中からじゃあ俺らがあともうアイス食ったら終わりですね。今日やも食べ終わったんでラストじゃラストお前さんにあんで終わらせてもいい終わり終わりいやーよかった終わりました終わりいやケンタッキー1万円生活なんとか終了ですよ。終わったあ絶対この動画難民に見せんなよこの動画難民に絶対見せんなよこんな無駄遣いしたの動画見れへんやろな絶対見せんなよ。難民はまず見えへんやろなこれ多分。難民 YouTube 見んが見えへんや多分見えへんと思う。絶対あかんぞお前。いやというわけでねケンタッキ ーフライドチキン、達成しましたよ。今回はね3人で、まあ、ほぼ達成できたんですけど途中もラスト1000円ぐらいのところでね、うんまあ、ほんまマジで偶然いやまさかなこんなことが起きるとは。ピカルゲーム抜けた男がね来てねまあまあセットでやってくれたんでねもうかなり楽しくできましたね。はいじゃあというわけで今回はねこれで、終わりたいと思います。ありがとうございました。いや終わった。いやマジで終わった。お疲れお疲れほんまに。いやいやいやいい感じにいったね。あーいい感じにいったな。なんかやらせないとやかおったけどまあ光が今日電話くれたからな。あまあまあいい感じにいったわ。よかった